こんにちは、ヘアカラーインストの岡鍋です。今日の内容はですね、髪を染めるならこんな風にっていう内容でお送りしたいなと思います。というのもですね、こう自分がどういうカラーが似合うかわからないって方って結構多いと思うんですよ。例えば10代20代の子だったら、なんかこう派手なカラーとかまずやってみたい好奇心みたいなのが多いと思うんですけれども、40代50代大人の女性になってくると、いろんなこと経験されてきたはずですよね。プラス髪質が変わってくる、白髪が気になるっていう、いろんな悩みをこうひっくるめた中で、どういうカラーがいいかっていうのをですね、お伝えしていこうと思います。で、個性的な方とかすごくおしゃれな方っていうのはもういろんなのをされてるはずなんですけれども、多くの方がどうしていいかわからないっていうのがあると思うんですよ。で、インスタグラムとかを見てハイライトをしてみたけどなんか違うなんて方もいると思うし、白髪落としみたいなのをしたけど明るくなりすぎちゃって困ってしまったっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、ちょっとお困りだったりですとか、どうしていいかわからないんだよなと思ってる方に向けてですね、詳しく解説していこうと思います。途中でこう画像なんかでですね、こう美容室にこれを見せるといいですよっていう話もしていきますので、ぜひ最後までご覧になってください。美容師さん、大人女性にすごくいいですよっていうアッシュの髪色を紹介したいなと思います。で、写真で見るとこんな感じ、はい、モデルさんはちょっと若い方の写真になってしまうんですけれども、これぐらいの明るさのこれぐらいのアッシュっていうのが40代以上の大人の女性にですね、すごくおすすめです。ポイントが3つあります。1つ目が自然な明るさを保つことで肌が明るく見えます。アッシュって色で言うと青なんですよね。青って色の世界で一番暗く見えるんですよ。暗く見える色が濃く入ってしまうと肌ももちろん暗く見えます。そうなると元気なく顔色悪く見えてしまうってなってしまうので、これぐらいの明るさでこれぐらいのアッシュが女性におすすめです。もちろん好みあると思うので、濃かったり薄かったりっていうのがいいと思うんですよね。ポイントはグレーっぽく見えすぎずに茶色く見える色ですね、はい、茶色っぽいのが嫌だって方もいらっしゃると思うんですけれども、茶色って自然な赤みが程よく残っている状態ですので、肌の血色をよく見せてくれます。もしカラーで困ったらこれぐらいの色挑戦してほしいなと思います。で、2つ目がですね、明るいと白髪が目立ちにくいです。でもそう言ってもプリンは目立っちゃうじゃんって言われたら確かにそうなんですけれども、でも白髪の分量とか悩みの度合いによってはもちろん違うんですけれども、多くの場合明るくすることで白髪が目立ちにくく感じる方が多いです。で、ちょっと明るさの、黄色く見えない程度で明るさを保ってあげるといいんじゃないかなと思います。3つ目はボリューム感が出て見えます。というのは、暗い色にしてしまっているとですね、例えば白髪染めをするために暗くなりがちな方も多いと思うんですけれども、暗めの色ってやっぱりペタッと見えやすいんですよね。服なんかでも黒だと痩せて見えるし、白だと逆にちょっと太って見えちゃったりとかあると思うんですよ。それと同じで、白までいかなくてももちろんいいんですけれども、上品な明るさがあるっていうことでトップのボリュームを出して見えることができます。で、トップにボリュームがあると大人の女性ほど若々しく見えるんですね。印象がこうどうしても誰でも生きてる証拠で下がってきちゃうんですよね。下がってくるときにペターって髪しちゃうとこういうラインになっちゃうんですよ。そうなってしまうと結局元気なく老けて見えちゃうってなりますので、ここはやっぱり自然な明るさがあってボリューム感を出してあげる、ボリューム感のある色っていうのが今日紹介したアッシュっていう色になりますので、大人の女性でどうしていいかわからない方に対してはすごくおすすめですですね。で、この写真よりも少し暗めに染めてる方だったら、美容師さんに相談してみてください。白髪染めをしていると明るくできませんって言われること多いと思うんですけれども、やり方はいろいろあるんですね。なので、もしそう言われてしまったら、ちょっと違う美容室を探すいいタイミングかもしれませんので、ぜひですね、相談して答えてくれる美容師さんに出会ってもらえたら嬉しいなと思います。で、どうしていいかわからない方はですね、お客様向けに LINE のリンクも概要欄に貼ってありますので、そちらからぜひ相談してください。困ってる方とか何が似合うかわからないって方はですね、ぜひ相談してください。はいですね、美容師さんにどう説明していいかわからないって方も多いと思うので、写真のこちらですね、こちらをスクショして、この写真より自分の髪は暗いなって方はいつもよりちょっと髪色明るくしたいっていう風にですね、美容師さんに相談してみてください。言葉だけでアッシュにしたいって言ってしまうとですね、アッシュって想像するのって美容師ごとにみんな違うんですよ。で、これ見てくださってる皆さんも一人一人必ず違うはずなんですね。ちょっとしょっぱいっていう感覚がみんな違うのと同じで、これはみんな違って当然なので、必ず画像付きで今より明るくしたいという要望をはっきり伝えてみてください。もしそれで答えてくれないんだったら他の美容室に行った方がきっとあなたに似合う髪色っていうのは早く見つかると思います。気を使わなくていいとか生きやすいことが重要ではなくって、
あなたがより似合う髪色になるための一つ目のステップになると思いますし、髪色が変わることで気分変わります。で、気分が変わると行動とかも変わるんですよね。なので、まず髪色をいつもより明るくしたりですとか、自分に似合う色を探していただくことで、誰かに褒められたりして気分がもっと上がると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。今日の話をまとめると、髪色を変えるならこんな風に、アッシュ編ってお話だったんですけれども、上品な明るさのアッシュがあることで、女の女性の髪の悩みっていうことですね、一歩解決に近づくと思います。全部それで解決しないと思うんですけれども、何をしていいかわからないとかいろいろあると思うんですよね。方法がありすぎと思うんで、イエベブルベとかあんまり気にしなくていいと思いますので、上品な明るさのアッシュにしてあげるとですね、それだけで大人の女性がより輝くと思いますので、ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。今日の動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。で、次の動画でお会いしましょう。